ダビド・アクセルロットダビド・アクセルロットは、アメリカ生まれのイスラエルのラビ、極活動家。別名、ダビド・ハイブリ。ニューヨーク州ニューヨーク生まれ。出生名は、ジェイソン・デイビッド・アクセルロット。レフトロツキーの彦にあたるの家系。妻・ブリーとの間に3人の子供がいる。11歳の頃に、ニューヨークからイスラエルに移住。1990年、イスラエルの過激派組織。 派の幹部として反アラブ工作に従事同年11月アラブ人殺害容疑で逮捕。2011年時点では、テロリストとしては活動しておらず、FOX ニュースの人気パーソナリティで、ティーパーティー運動の立役者の一人である、グレンベックやミシェルバックマンなどとも関わりが深い、アメリカシオニスト機構の集会などに参加している。また、 イスラエルの元軍人で、ウファ政治家ヤコブカッツが立ち上げた、保守系テレビ局、アルーツシバの電子版にコラムを寄稿している。ジナイーダ・ブロンシテイン。レフトロツキー。ニーナ・ブロンシテイン。レフ・セドフ・オット。ナターリア・セドバ。セルゲイ・セドフ・ダビド・アクセルロット。ユリーア・ルビンシテイン。ゲンリエッタ・ルビンシテイン。ありがとうございます。